はい、皆さんおはようございます、こんにちは、そしてこんばんは、ラーチでございます。とうとう来ましたね、三国志10ですね。今回 PC88 ではなくてですね、Windows 版のですね三国志10を、やっていきたいと思います。じゃあ早速ですね、キャラクター選ぶところですね。ですね、ちょっとね、初めに言っておきますね。まず私の録画環境なんですけども、実はリモートデスクトップで録画してます。リモートでね。で、この三国志10がですね、リモートデスクトップに対応してないみたいなんですよね。ゲームであんまりリモートデスクトップに対応する、リモートに対応するなんかね、ないかもしれないんですけどもね。全画面しか三国志10はサポートしてないみたいなので、なんかね、そこがうまいこと動かないみたいなことがあるんで、実はこうやって録画をねするまでにちょっと苦労しました。ですんでね、ひょっとしてやってる最中にですねデスクトップに戻っちゃうとかね、あるかもしれないんですけども、そこはちょっとお許しください。誰でやっていこうかなーっていうところなんで、ちょっといろいろね、見ていきましょうね。これね、魅力で絞るのが一番いいの。だって魅力ないのか？ないのかい？ということは、あゆよ順か。やっぱりね、さしすせそでしょ。総評在野でいるんや。ちょっと若い時から始めましょうかね、総評さんね。まだ34歳だもんね。34な、能力見れるのかな。あ、まだ見れないか。レベルは初級でいいですよね。メッセージ表示は停止にしておきましょう。報告は一応詳細、初めのまんまでね。チュートリアルはね、私覚えてるはずなんでね、いらないと思います。こんなもんでよろしいでしょうかね。じゃあ、これで、ちょっとね。総評さん、いきなり言いましたね。平原に張覚という男がいた。皇帝、老子を信奉するかな。太平道の志士である。張覚は呉服と、霊水を用いて人の病を癒す術に長けていたという。そのため多くの民が張覚のもとへ集まった。公金ですよねこれね。やがて信者たちは張覚に、悪性からの救済を求めるようになった。太平道の信者たちは口々に叫んだ。蒼天すでに死す、皇天まさに立つべしでしたよね。年ありてこ、うん、ちょっと分かりませんね。天下大吉なりでしたっけ、なんかそんなんでしたよね。年孔子にありてか、天下大吉なりでしたよね。総評さんね、ここにも公金を、公金を巻いた者が今や公金とは、旭日昇天の勢いだなということでしょうかね。けれどそれもいつまで続きますか、どういうことだと。帝が家臣様を大将軍に任じて、公金討伐を命じられたんですよ。諸侯も軍を動かすのかと。公金の信者は全土に広まっていると聞く。こたびの乱長引きそうだなということで、総評が予想した通り、戦火はたちまち中国全土を追うことになる。後に言う公金の乱である、この大乱を契機に時代は大きく動き始め、新しい時代の英雄たちが次々と名乗りを上げていくのだった。総評さん可否にいますね。で在野という形になってますね。正直金が1200、名声120。これはまず一番初めにしなあかんのか、自分を見ましょうかね。34歳ですよね今回。統率が55、武力70、ちょっと前より低いかな、8の時よりね。知力34の、成人23の、魅力26、総評さんという感じですよね。武力、でも統率というパラメータが前回なかったのかな。武力はね、武力は結構あるんでね、三国志1のね、
30を超えないっていうのに比べればね、全然ね。で、あの特技も治安と訓練と、で、同士打ちと受け返しかな、中身が刀剣の配下、曹操が徐州に侵攻した際、加工トンとの一騎打ちに挑むが、強風が起こり、撤退した後に劉備配下となるが、張飛と争って斬り殺されたということでね、今回張飛さんをね、お仕置きするためにね、ちょっとやっていこうかなと思いますよね。経験はまあ全くないんでね。これね、8と違ってね、10はね、人がいるところはこういうね、なんか人のマークついてくれるんですよね。じゃあね、在野が2人いるということで、あ、陳慶と祖母、祖母って孫権の配下になる武将でしたよね。まあちょっと見聞ね。可否のお茶っておいしいのかな、みんなうっとりとした顔でまた飲みたいっていうのっていうことでね、可否の名産の情報を得ましたということで、エイトよりもね、結構ね、あのいろんなというかね、なんかね、レートとか、うん、そんなんがあっていろいろしたような気がしますよね。ちょっとそもと喋りましょう。おう、あなたが総評とのか、それがしはそもと申す、よろしくお願いすると、何か用かと、談話。ああ、聞こうと話もいるところはあるまいっていうことでね、すごくあれなんですよね。釣れないんですよね。今度は陳慶ですよね。これは仲いいかもしれないですね。何か用かなって。悪いのだが、聞こうと話す、あれはうんちゃらかんちゃらでね。紙幣編成、紙幣新設。ああ、お金かかるんですね。依頼ごと。名産の配達、30日の武力で100、治安経験。もう、総評さんね、治安ぐらいしかもうないでしょう。はい。町の治安を守るため、市場、市場の警備をお願いします。市場の警備を引き受けましょう。それではよろしくお願いしますよと、吉報をお待ちしております。ということでね。これでね、あ、そういえば弊社に作業様という方がいらっしゃると聞きましたということでね、言うたらバイトですね。まだね、在野なんでね、まずバイトをね、しましょうと、市場で警備ですよね。市場の警備の依頼を実行しますが、必要にす10日間ということで、10日間警備しますので、だいぶ8とは違いますよね。そういう意味ではね、一体どこを見回っておられたんですか。もう結構ですね、エラー怒られましたね。精一杯やったつもりなのだがということで、主家に戻って報告しましょうと、失敗しましたよとね、いうことですよね。勝敗では綿花がよく育つそうですよ。確かに、織物が有名な町だしねってね、そういうことなんですよね。かなりね、リコエーションゲームの光栄がね、太閤立志伝かからやりだしたね、あのリコエーションゲームの色がね、強く、なってますよね。で、出荷に戻って報告を戻ってこられましたな。これそれで結果はいかがでございました。もうそれがなすまないということでね、がっかりですよってね。ねー、これまた私が今までやってた武将と比べるとね、結果が違いますよね。ちょっと外出ましょうかね。豚書って何ができたかな。帝府と郊外と関東、あ、そっか、ひょっとするとまだ孫権の武勢力っていないのかな。ん？てか違うわ、可否孫権の扱いになってんねや。はあ、あ、だからか。おん、まあ帝府ぐらいはまともかな。ああ、何か用か。お、今日は気候の話をじっくり聞かせてほしいということでね。お、帝府はいいかもしれませんね。郊外どうでしょう。お、あらら、お、郊外ともうまいこといけそうですね。次は刀剣じゃねえや、関東ですね。あ、関東とはダメですね。見聞してみますと、どこかで、絹織物なら巨匠だと聞いたことがありますと。あ、また帝府と喋れるのかな。今日もいい天気だなということで。おお、あ、
テーフト郊外は行けそうですね。おー、これは幸先いいですね。関東はどうなのかな。結局はこれはどうだったっけ。体力っていうのは今回はないのかな。あ、今回良かったですね。治安ね、治安ね、お金いりますもんね。ちょっとまだね、在野の身なんでね。六甲のお茶は良いらしいですよ。もっぱらの評判ですと。六甲の名産、もう一回復活した。何か用かと。お、今回振られちゃいましたね、テーフにはね。あ、郊外も振られちゃいましたね。あらら、みんなに振られちゃいましたね。とりあえず出ましょう。でですね、城壁主か、まあもうしばらくね、可否の町でね、いろいろね、しておきましょう。孫権か、一回会ってみようか。孫権様は親密な方か、名声の高い方でなければお会いになられませんということでね。もうね、名声ないやつは来るなよと。ここも知らないな。あ、今回体力というのはないんでしょうかね。ちょっとね、私もこれやるの何年ぶりだろうっていうところなんでね。もう10年ぶり？いや、10年ぶりぐらいだ。あんまりちょっとね、細かい内容覚えてませんね。あ、もうここはいいや。豚書はいいや。あ、そもか。ちょっと談話ね。そもとね、話ができましたね。ということはもうね、ここはあれなんですよね。間違いなく、孫権の土地ですね。原白公でしたかな。この人は途中で君主になりましたよね。談話してみましょう。悪いのだけどということでね、依頼ごと聞いてみましょう。家出の息子の探索、報酬金300、鍛冶屋の捜索、鍛冶屋探すんかい。技術経験、知力か。とりあえずね、計略経験上昇するのがね、とりあえずですね、お金はあるんで経験増やしたいんでね、計略、イル息子を探しましょうかね。家を飛び出した少年を探してください。そうでしたかね、見かけた人がいるんですが、親たちが心配してますので、じゃあとりあえずね、行きましょうか。その町ってどこだっけ。勝敗、そってどこら辺だったかな。これ行か。あ、ここら辺かな。あ、ここですね。わ、重い。スクロールすごい悪いな。また今回もあれでしょうね、あのエンコードするのにべらぼうに時間かかるんでしょうね。皇族、おっと、ここを通りたかったら有り金を全部置いていくんだなと。強行突破しましょう。身の程知らずの族に相手をしてやろうと、偉そうなことを抜かしやがって容赦しねえぞということで一騎打ちになったと思いますね。これはエイトとあまり変わらんかという気がしますんでね。逃げることなどできんとね。もうセリフ飛んじゃいましたけどね。ソウヒョウさんね、あの普通の武漢なんでね、グラフィックがなんか特別あるとかではないです。これ黄色になってるの何かあったかな。ちょっと投げ払い、で切り込み胴払いで決定。まあ負けないでしょうからね。あら、まあね、雑魚に負けたりするとまずいよな。で、回避を入れて、斬撃、なんかはっきり覚えてないな。これじゃんけんみたいな感じですよね。その相手のね、アクションの大きさがあったと思うんですよね。それに対してどれを使うかでね。これで右の方が威力でかかったのかな。じゃあもんで、切り込みで回避して胴払いでいってみましょうかね。ああ、食らったか。
して避けて、あ、なんかいい感じになりましたね。で、敵がちょっと混乱気味になったかな。いきなり破突で、切り込みで刺し突し突って言うのかな。お、これは勝てるな。あ、引き分けで、あ、で、なんか充電されていくんですね、引き分けが多いと。あ、そうですね、この充電されてる弾がね、なんかあるんですよ。次の一撃決めた人間が持っていけるっていうね。あ、負けた。あ、どうなるんだろう。あ、なんかまだ使えないかい。まあ、いや、とりあえずね、回避して胴払いして弱いので、あららら、ら回避ダメか。あ、まあ勝ちましたね。自業自得とはこのことだということでですね、勝ちました。名声が1上がりましたね。これはかなわん、逃げろということでね。あ、しかしもう重いですね。とりあえずですね、ちょっと時間来たんですけども、家で息子を見つけるまでやっちゃいましょうかね。はい、入ります。で、ここは聞き込みですね。家出人、あ、もしや一昨日北平に行くって言ったあの若い人かも。あ、行っちゃったのかい。あ、竜将がいる。あ、そっか、ここ竜将じゃねえや、竜炎、竜炎か、竜炎の収めてるところかもしれないですね。はい、外出ますと。北平は高村さんか。ああ、やっぱ竜炎やな。まず初夏ですね。こんなところにいたのか、父親でおうと。あ、見つけましたね。帰る理由などありません。何かあるとでも言うのですかと。あー、弁舌か。これあれですね、今度あの知力の一騎打ちみたいなもんですね。思い出せるかな。これね、数字が多いのが得意っていいのかな。あ、これでいきましょうと。あ、ダメか。あ、勝った。定規で解くんですよね。相手知力55でしょ。こっち知力30の魅力26。あ、全然ダメじゃないか。こんな引き受けん方が良かったかな。あ、で、この右のね、なんかね、パネルが並んだところにね、なんかあるんですよね。で、今度押されるでしょ。気候であれば物事の通りも分かりましょう。でね。説得されてますね。燃料が混ぜ返そう。ということで、利害を解きましょうね。あ、弱い。勝っても弱い。で、なんかこれね、あれなんですよね。ビンゴみたいな感じになるんですよね。この利害5じゃ勝てんだろう。あー、押されるな。あ、こりゃダメだな。道理の6。あー、引きは3とかしかあれへんや。もう一回道理で、いや、定規でいこっか。お、ここにも心があるだろう。どこに入る。お、なんか揃ったぞ。あ、負けた勝ったと思ったら負けた。これをはっきり覚えてないんですよね。とりあえずね、説得できませんでしたね。どうなんのこれは。悪いけど帰ってください。ああ、このことを知れば俺がどんなに悲しむかということで、失敗っていうやり直し聞かんのかというわけでですね、とりあえずですね、この辺で一発終わっておきたいと思います。Windows で三国志の10ですね。
の、ダラダラっと実況してみたパート1終わりたいと思います。どうもありがとうございました。